ちょっと待ってて、顔洗ってくる。よいしょ。よいしょ、よいしょ。白くて綺麗だねって。壁だよ。おはようございます。ごめんね、焦った。危ない。いてててて、今日も15分ぐらいで、すみません、寝坊したくせに。サブ JT さん、井上芳弘さん、まこさん、愛作さん、炎上さん、くまくまちゃんさん、ハチさん、おはようございます。本当だ、今日ポッキーの日だよ。唇の顔向けた気がする。ハチさん、ヨッシーさん、ナオさん、マツさん、ヤスさん、ヤスベさん、もちゃもちゃさん、村上さん、ホリちゃんさん、アキモさん、おはようございます。くまくまちゃんさん、ガーベラありがとうございます。山野美さん、のりさん、たおくんさん、あやさん、キーさん、おはようございます。ごめんね、寝坊しちゃった。舞台頑張ります。マスオさん、ユーポンさん、キヨニーさん、ミヤティさん、奈良西さん、哲夫さん、タイガーさん、マコさん、リョウさん、おはようございます。今寝起き1分で始めたごめん、びっくりした、飛び起きた。アッキさん、星野まさきさん、ビッグボスさん、トマアキさん、おはようございます。ママ起こしてくれんかった、びっくりした。ミートボールさん、ガベルありがとうございます。スイカさん、おはようございます。秋里さん、キャベツの炒めさん、おはようございます。洗顔をしてきました洗顔っていうのは朝は水だけだから、すぐ。そう、今日は舞台初日。あれ、テロップ出てなかった。星野まさきさん、顔またね。ただいま。ヨウさん、マッチュさん、長健さん、つかぴーさん、おはようございます。マスクさん、ともきだよんさん、 KRD さん、おはようございます。マスオさん、50年のありがとう。カツオのふこうさん、青色大好きさん、おはようございます。みんな今起きた？一緒だ、よかったよかった。昨日も夜まで練習で、日付変わる頃に寝ちゃったから、眠たくてごめんね。
ントさん、かわいい、ありがとうございます。今日はもう朝からリハーサルとかなので、今日は学校はなしでずっと行きます。なだれ式なんだったっけ、なだれ式網打ちの天空木さん、おはようございます。ヤッシーさん、おはようございます。今日プラネットしやるかな、見たいな。7時あんま見れないけど、一瞬だけでも行きたいな。本番前でバタバタしてるかな、着替えたりしてるかも。トマキさん、ヤスさん、50年のありがとうございます。舞台頑張ります。トトロパパさん、おはようございます。ホリちゃんさん、いってらっしゃい。川またね、頑張れ。トトロパパさん、おはようございます。50年のありがとう。舞台頑張る。俺も寝起き15秒。すごいね。寝起き15秒であれ？白いね。白いね、壁って。朝の方が夜よりかは強いはずだけど、眠たくて。眠たくて。ヤスさん、ガーベルありがとうございます。高知さん、ミハヒナさん、カカナスキさん、おはようございます。ママ責めたらダメ、分かった。じゃあ怒らない。ヤスベイさん、マコさん、50年のありがとうございます。ヤスベイさん、ガーベルありがとう。そうです、今日の舞台は私は中央役で頑張ります。昨日の一期生さんのを見た方はちょっとストーリーわかると思うけど、一回で理解できたかな。なんか本当に言うの、みゆみゆさんほどハイテンションじゃないんですよ。だからそれもそれで面白いかもしれない。あくまでハイテンションじゃないけど千代みたいな同じ千代。そう、他のメンバーも結構そういう感じ。そう、みちゅさんとせやかりんでもちょっと違うし。そうね、一番違うの誰だろうね。タムと千穂さんとかも結構違うかも。なんかすごい個性的なミステリー好きだから、それぞれの個性も出てる気がするから、まず2期生の今日見るのも多分すごい楽しいと思う。なんかストーリーは一緒だけど違うように思うかも。ゆなゆなビームって、ありがとうございます。かつぼの福井さん、水鉄さん、ダンゴミスさん、ちかくさん、ケンシーさん、おはようございます。ちかくさん、いってらっしゃい。あ、たけるくん、ありがとう。たけるくん、いってらっしゃい。かわまたね、もう行っちゃったかな、頑張ってね。みはひなさん、あっちさん、おはようございます。プルネットし行けなかったらヤッホーってヤッホーって、7時から本番だから見れない、ごめんねって。行けたら行きたいな。アラームかけとこうかな。6時半だよね、いつも。トトロパパさん、あんま、ありがとうございます。広島コーパセリさん、かわいい、ありがとうございます。くまちゃん、先輩たちの初日のゲネプロを見させてもらったんですけど、なんか、めちゃめちゃすごかった。でもなんか客観的に見たいなって思った。なんかでももうでもできないのかな、それは。セリフとかに意識しすぎちゃって、動きとかめいめいさんのとかずっとこう目で追っててなんか客観的に見たかったなとも思うし、でもなんかほんとなんていうんだろう、こう場面が変わるから椅子並べたりとか小道具持ったりするんですけど、
その間が早いなって思いました。すごい、なんて言うんだろう、技術的なことを言うと暗い中でも動きが素早いなって。そう、ヤスさん、ファイトありがとうございます。仮面ライダー VR さん、ガーベラありがとうございます。リンクさん、アトムちゃんさん、おはようございます。そうなんですよ、みゆみゆさんがやった役を今日頑張ります。ソルさん、ゆうきさん、アートさん、おはようございます。今日はちょっと寒いかな。ヤマポンさん、ハートありがとうございます。キーさん、ありがとう。なんかもう寝起き病で始めちゃったけど。 MKG さん、おはようございます。よし、もう限界に挑戦します。ありがとう、ミルくん、顔またね、おやすみ。あくびが出ちゃう。お客様を入れて見られるといいなと個人的にも。確かにね、そうね、そうね、その方が確かに面白いかもね。水鉄さん、お仕事頑張って、頑張ったね。カミテルさん、ラグジュアリーな客席さん、ホペトプニプニさん、おはようございます。失敗を恐れずに挑戦、うんうんだぜ、頑張ります。頑張ります。ソルさん、ハープありがとうございます。アートさん、肉まんありがとうございます。おはよう。いつだったっけ、日曜日の岸壁の後かな、ここにプッチュンができちゃった。嫌なの言うな、基本プッチュンできない人だから薬とか持ってないし。夏みかんさん、おはようござります、ござります。キヨ兄さん、ガメラありがとうございます。ポッキーのだ、今日は、今日じゃあポッキー買おうかな。ポッキーの日じゃん今日、何も気にしなかった。そうね、ダンスシーンはどの4人でしょう。なるみさん、おはようございます。なんやかんや最後まで見そう、わら、頑張ってね。心配して見ちゃってる、なんで、大丈夫、間に合う、お仕事。なるみさん、おはようございます。読んだっけ、今日頑張ります。いちやさん、ありがとうございます。ポッキーは何が好き、ポッキーは極細が好き、極細、プリッツも好き、トッポも好き。全部好き、あれ、あ、なんかさ、あれも好き、冬限定かわかんないけど、なんかショコラみたいな、ちょっと太めのなんか茶色のパウダーみたいなのもついてるやつかな。いちごも好きだね。家から会社にスマホ持ってきたつもりが目覚まし時計持ってきてしまって便状態。目覚まし時計持ってきたの？ショールームはパソコン？ピエン。初舞台頑張ります。あるじゃん、ココアみたいのついてるやつね。そうそうそう、ココアパウダーかな、なんかついてるやつ。チョコとかイチゴが好きだから。カズさん、おはようございます。そう、今日はポッキーの日、パソコンなんだ。鈴木一郎さん、50カウントありがとうございます。ポプラの中華まんセールス中ですよ。たまたこでした。おはようございます。DMM 最善で応援してます。ありがとうございます。ポプラの中華まんがいいのね。ゆな、昨日もまたセブンの肉まんを食べたわ。
ベッドから落ちて起床のお宅です。Pさん、Pさん落ちちゃったの？大丈夫？会社ぼっちなので堂々とパソコン一緒。そうなんじゃ。野菜とねねねちゃん、お寿司はいっぱい好き。マグロとかハマチとかエビ、アナゴ、卵、ハンバーグいっぱい好きだよ。228日ありがとうございます。じゃあもうそろそろ。ヒゲチン新庄先生おはよう。ゆうくんさんドラマありがとうございます。まさのるさんおはようございます。ポプラどこにあるんだろう、この近く。自分で演技は上手な方だと思う？思わない。すごい下手だと思うの。なんか練習の動画とか撮ってくださってて、過去形なのかな、練習の時だから。そう、それとかを見返したら下手だなって思う。広島のコンビニは肉まん買ったらタレかなんかついてくる。酢醤油とからしいりますかって聞かれるけど、嫌なのは買わないの。ひげじいしんちゃん先生ハートありがとうございます。お野菜さん、お野菜さん、お野菜さんピーってもしかしてお野菜さん。頑張ります、ありがとうございます。大丈夫、怪我してない？腰痛すぎるからで大丈夫かな。そうね、今日は本当にその同じ役だけど、そのそれぞれでどういう感じかっていうのも楽しみだと思います。別売りっていうかな、お金は取らんけど、なんかいりますかって言われる。糖類、糖類、夏みかんさん、豆、豆類。わかんない。ほっぺたぷにぷにさんバラありがとうございます。じゃあ今日の朝配信も終わりますかね。今日もまた10時過ぎまでなので頑張ります。今日水曜日か、頑張ります。定点で見ます、だって恥ずかしい。頑張ります。それならそうじゃ頑張ります。今日は本当に頑張っていきます。一日が長い、今日は多分明日木曜日か。頑張ります、イエイ。じゃあランキングいきますね。ランキング13位井上芳弘さん、12位スイカさん、11位マスオさん、10位アッキさん、9位いちごさん、8位哲夫さん、7位カズさん、6位あやさん、5位はほっぺたぷりぷりさん、4位ヤマポンさん、3位キヨニーさん、2位アキサトさん、1位ナルミさん。はーい、壇上の皆さんありがとうございます、ありがとうございます。それでは本日は19時から DMM でセプトさんと STU のコラボ、セプトさんプロデュースの舞台セルフィッシュアミティーズがあります。ハッシュタグセルアミだったかな、で感想とかなんかつぶやいてください。探しに行きます。あとフルネームでも探しに行きますので、
ぜひぜひ応援メッセージ感想を教えてください。初舞台ドキドキだけど頑張っていきます。それでは今日朝寝坊してごめんなさい、ごめんね。見てくださった皆さんありがとうございました。せーの、皆さん、はーい、ありがとうございます。それでは今日も元気に行ってきます。頑張ります。一日19時から夜7時からぜひ見てください。それでは朝からありがとうございました。 5、4、3、2、1、 川またねー。行ってきます。行ってらっしゃい。頑張ります。